Take him to Missouri, Matt.西部劇、それはハリウッドがアメリカ映画界に築き上げた特殊なジャンルだといえます。西部劇は歴史のページに西部開拓という時代を持つアメリカでしか生まれ得なかったものです。滅ばしの列が西へ西へと突き進んだ開拓時代、人々の胸にはフロンティア精神と夢があふれており、この時代の魂はアメリカ人の誇りでした。残念ながら現代では西部劇の影は薄くなり、カウボーイや騎兵隊、インディアンなどおなじみのキャラクターも古い作品の中にその姿をとどめるだけになりつつあります。しかし西部劇はサイレント映画時代に産声を上げて以来80年近く映画産業の一角を担ってきた存在です。今回はこの西部劇の歩みにスポットを当ててみることにしましょう。西部劇の魅力とは何だったのでしょうか。根を下ろす天地を求めて旅を続ける。西部劇の主人公たちの自分の手で何かをつかみ取ろうとする生き方はアメリカンドリームに通じるものだったと思います。西部劇のスクリーンの中には果てしなく広がる荒野やインディアンの姿が映し出され、そこには蹄の音や銃声が轟く世界があります。西部劇に出てくる街の方がニューヨークなんかよりずっとエキサイティングですよ。摩天楼も地下鉄も目じゃありませんね。西部劇は開拓者たちの時代の物語で、そこには自分の勇気を試す人間たちの姿がありました。西部劇は善玉と悪玉がいて、いつも正義が勝つという完全懲悪の世界でした。見る者の胸をスッとさせる実に単純明快な哲学ですよ。見知らぬ土地を開拓し、そこに家を建て、自然と戦いながら生きていく西部劇に登場する人間たちのそのたくましさに共感しますね。サバイバル、困難との戦い、誠実さ、そして勇気、これはアメリカ人の求める生き方の縮図です。西部劇の持つ神話的な部分が魅力でしたね。しかし今ではもう題材となる神話が底をつき、新しい驚きを持った西部劇は生まれなくなってしまいました。古い西部劇にはそうそうたるスターが主演し、その作品は今も映画史に名をとどめています。リオ・ブラボーのジョン・ウェイン、片目のジャックのマーロン・ブランド、怒りの川のジェームス・スチュアート、そしてシェーンのアラン・ラッド。西部劇では孤独なヒーローあり、復讐に燃える男ありと、主人公の描き方は様々でした。Thank you.
ハリウッドを作ったのがセシル・ B ・デミルだという話が本当だとすれば、映画王国の土台になったのは西部劇だったことになります。サイレント映画時代のハリウッドには西部劇を作る上で絶好の条件が揃っていました。カリフォルニアは景色も天気もよく、ロケには理想的な土地でしたし、当時は喜んでエキストラを引き受けてくれる本物のカウボーイたちもいました。その上、作品のアドバイザーにも事欠きませんでした。バッファロー・ビルやバット・マスターソン、ワイアット・アープといった往年の西部の伝説的人物が健在だったからです。しかし、トーキー時代の訪れが西部劇の未来に暗い影を投げかけました。当時の機材の性能からいって、野外撮影の多い西部劇をトーキーにすることなど不可能に近いことだったのです。1928年、アメリカのショービジネス業界誌バラエティは西部劇は死んだと決めつけました。西部劇のスターたちには馬を売って飛行機に乗り換えるか、それとも引退するしか道が残されていないかに思われました。Ain't nothing worse than being an outlaw. Hunted, hungry, hated.Never a chance to go home, or no woman to love you, and hey, Buck, are you sure you took my boots off? My feet feel awful heavy. Look.しかし西部劇は生き残りました。1929年、ラオール・ウォルシュがその監督作品懐かしのアリゾナで西部劇に音声を効果的に取り入れてみせます。銃声や蹄の音、キャンプファイヤーでベーコンの焼ける音が聞こえる西部劇の登場でした。また1930年代前半にリパブリックやモノグラムなどの小さなスタジオができたことで、制作費の安い西部劇がどんどん作られるようになりました。かくして B 級ウエスタンと続きものの作品が西部劇の主流を占める時代がやってきました。あの頃は西部劇ならどんなものだってお客が入りました。だから日本だって映画の片っぽは大抵西部劇でしたね。連続西部劇にはみんな夢中になってましたよ。土曜の午後なんか映画館は学生でいっぱいでね、上映される作品は毎週変わりました。連続西部劇で主人公がピンチに陥ったところで終わると、観客は正義の味方がどうやって窮地を脱するのか見届けようと、次の週も映画館に足を運ぶことになりました。1週間に1本のペースで作品を完成させてました。2つのシーンを同時進行で撮るなんてことはザラで、1本撮り終わると1日か2日休んで、すぐまた次の作品に取り掛かったもんです。制作費は1本につき5万ドルぐらいでしたね。ある作品の撮影に入って6日目、会社側が文句を言ってきました。時間を食いすぎてる、金も使いすぎだ、これ以上長くかかって制作費がかさむと採算が取れなくなるってね。そしてまだ撮影中だったのにそんなことお構いなしでスタジオのライトを消してしまったんです。予算の少ない B 級ウエスタンの作品はカウボーイや馬の数も最小限に抑えられていました。This means a fight, men. It's Rand. Now's our chance, fellas. Come on, let's take him.
サイレント時代からのスター、ジョニー・マックブラウン。うまくトーキーに乗り換えた彼には新たなライバルたちが現れます。ウィリアム・ボイド、ジョン・ウェイン、ゲイリー・クーパー、そしてランドルフ・スコット。量産された西部劇の中には時代や場所を無視した作品もありました。ラジオやレコードの普及は西部劇にも歌うスターを誕生させることになります。その先陣を切ったのがジーン・オートリーでした。映画の中にたまたま歌うシーンがあって、それが受けたんです。当時は歌うカーボーイだって騒がれましたよ。Stop crying. I'll come back to you some sunny day. My little dog is tagging right along at my heels. He's so happy that he's hopping like a toad. And Trigger, he's a prancing 'cause he knows how I feel as I go singing down the road. Ain't anybody can steal my heart. As long as I got my dog. How's that, Cactus? I've heard tomcats yowling. I like better. 私の演じたカーボーイは孤独なヒーローではなく、歌を口ずさみながら馬の背に揺られるのを楽しんでるというタイプでしたね。旅をするのも殺伐とした荒野ではなく、景色の美しいところだったし、だから作品はコメディたちのものが多かったですね。ドジな相棒がいて、恋をして、ロマンチックなシーンもあるにはあったんですよ。ほんのちょっぴりでしたがね。でもいいストーリーを作るのにはいつも苦労しました。This is it. What? The girl. She's the one for me. Oh, I'm so excited. My heart, it's beating. How's it sound? Pretty bad. Don't let her hear it. Button up your shirt. Pull in your chest. You gonna ask her to marry you right away? Well, later. Right now, I gotta fix that tire. Gene, this is my big chance. You let me, won't you? Will you? Will you? Frog, you know I'd never stand in your way.If you feel that way about it, go ahead. The job's yours. And good luck, pal. Thanks, Gene. I'll never forget this. ジン・オートリーとは何度か一緒に仕事をしました。ずっと彼を見ていて、魅力ある男だとは思っていましたが、歌うカウボーイとして人気者になるなんて私にはとても見抜けませんでした。
もちろん西部劇のスクリーンの中で歌声を聞かせたのはジン・オートリーだけではありませんでしたし、彼が最初だったわけでもありません。無名時代のジョン・ウェインはその他大勢の一人として出演した作品の中でちょこっと歌っていたようですし、カウボーイたちが焚き火を囲んで歌を口ずさむシーンは西部劇のいろいろな作品の中に使われていました。しかし歌を売り物にしたのはジン・オートリーが最初で、彼は歌うカウボーイとして名を馳せることになりました。またジン・オートリーはスクリーンの中でカウボーイがあるべき姿についていくつかの決まり事を定着させたスターでもあります。すなわち卑怯なことをしない、偽りは口にしない、子供や老人そして動物には優しい、潔くまっすぐな人間であることなどがその決まり事で、これは西部劇に登場する他のタフガイにも受け継がれていきます。この路線を守ろうとした俳優の一人がリー・バン・クリーフでした。犬を蹴らない、子供を傷つけない、女性を殴らない、これを三原則にしてました。私がこういうシーンを断ると監督はスタントマンにやらせましたがね。小さなスタジオから生まれる B 級ウエスタンが当たり続ける一方、大きなスタジオでは大スターを主役に据えた大型西部劇が制作されていきました。ジョニー・マック・ブラウン主演のビリー・ザ・キッド、ジョン・ウェインの初主演作となったビッグ・トレイル、そして西部劇として初のオスカーに輝いたシマロン、こうして完全に勢いを盛り返した西部劇は1939年、ジョン・フォード監督の駅馬車の完成をきっかけにその全盛時代を迎えることになります。Apologies, Doctor. No hard feelings, I hope. All in all, it's been exciting, but a very interesting trip, has it not? Well, now that the danger's past, Mr. Peacock. And ladies and gentlemen, since it's most unlikely that we'll ever have the pleasure of meeting again socially, I'd like to propose a toast. Major? Gatewood? Ringo? Your health. Thank you, sir.駅馬車はトーキーの時代になって初めてジョン・フォードが監督した西部劇です。彼が西部劇映画のメガホンを取ったのは1926年に最後のサイレント作品を取って以来実に13年ぶりのことでした。フォード監督は駅馬車でジョン・ウェインをスターにし、自らも西部劇の大御所としての地位を揺るぎないものにしました。オーソン・ウェルズは監督としては誰が好きかと聞かれてこう答えました。ジョン・フォード、ジョン・フォードしかいないね。私も全く同感でした。フォード監督の映画には心がありました。私の知る限り、彼の作品にはすべて血が通い、魂がこもっていたと思います。Look, Miss Dallas, you got no folks. Neither have I. Well, maybe I'm taking a lot for granted, but...I watched you with that baby, that other woman's baby. You look, well, I still got a ranch across the border. That's a nice place, a real nice place. Trees, grass, water. There's a cabin half built. Man could live there. And a woman. Where'd you go? But you don't know me.You don't know who I am. I know all I want to know. There you go. Oh, don't talk like that.ジョン・フォードは映画監督という名の詩人だったと思います。私はいつも後ろにくっついていてその仕事ぶりを見ていましたが、まずカメラのファインダーは覗きませんでした。いい方の目に丸めた指を当て、それを通して辺りを見回しながらこうやってカメラの位置を指示するんです。誰かがそれを10センチでも動かそうものなら飛んできて指示通りの位置に戻させました。カメラワークは単純でした。
クレーンは使わずズームも急な切り替えもやりませんでした。撮影のテンポは恐ろしく速くて、一度で OK にならないと機嫌が悪かったし、リハーサルに時間を取るのも好みませんでした。同じことを何度もやるとすぐ退屈する人でしたからね。I've taken just about all the orders I can stand. You don't bluff me with that. Now, wait a minute. Just a minute, Jim. I haven't drawn on too many men, but when I did draw, I wasn't bluffing, and I'm not now.もし誰かがアドバイスめいたこととか意見を言ったりしたら、お前が監督するのかって睨まれるんです。スタジオのスタッフはもちろん、大物スターや映画会社のお偉いさんでも、まずジョン・フォードのやり方には口を挟みませんでしたね。演技の上で何か思いついた俳優は監督には何にも言わず、リハーサルでそれを見せればよかった。例えばカーテンを引きちぎるとか、なんとか派手なアクションをやってみたとして、監督がそれをいいと思い本番でも使おうと考えれば、今の動きを忘れるなって言われました。スタッフはみんなジョン・フォードに対しては信じられないくらい忠実でした。ビッグな人でしたよ。西部劇と聞いて大抵の人が頭に思い浮かべるのは、カウボーイや騎兵隊、アウトロー、早打ちのガンマンといったところではないでしょうか。今挙げた中に女性の影は見事に一かけらもありません。西部劇は男たち中心の世界であり、女性の位置づけは低く、多くの場合その扱われ方はひどいものでした。実際の昔の西部では、女性は男たちと同じようにタフで前向きに生きる姿勢を持っていました。しかし映画の中の妻や恋人は、男たちが戦っている間心配しながら待っているだけだったのです。実際に生きた女性たちが味わった苦労は並大抵のものではなかったはずです。長い旅を続け、どこかに落ち着いても不便で不安定な生活を覚悟しなければならなかったのですから。しかし西部劇はどこからともなく現れ、問題を解決していく孤独なヒーローを描くのに夢中で、開拓時代をたくましく生きた女性たちの姿にスポットが当たることはありませんでした。映画の中で私は目の前で男の人が2人戦っていて、どちらかが卑怯なやり方をしても、ただああってやってるだけです。こんなの嘘です。本当だったら瓶で悪いやつの頭を殴るか何かしてますよ。食事を作り、家族の世話をし、男を愛し、慰め、黙って見守る、これが西部劇に出てくる女性の役割でした。インディアンに襲われれば銃を取って戦いもしましたが、普段はおとなしく後ろに引っ込んでるのが女性のあるべき姿だったんです。ものすごい忍耐力が必要だったはずです。彼女たちの方が男よりずっと大変だったかもしれません。西部劇に出てくる女性が全て善良で控えめだったわけではもちろんありません。酒場などにいる女性は違っていました。実際の西部ではこうした女性は誰よりもタフでなければ生きていけなかったはずです。しかしハリウッドは彼女たちにセックスアピールと魅力を与え、それは男にとって、時には他の女にとってもトラブルの種となったのです。1946年に制作された白昼の決闘では、官能的な娘が争いの種となります。グレゴリー・ペックとジョセフ・コットン演じる2人の兄弟が、ジェニファー・ジョーンズ扮するインディアンの混血娘をめぐって熱い戦いを繰り広げました。パール、It could be a woman of sin or a woman of God. Which is it to be?I want to be a good girl. And remember that the devil's always able to hogtie you. Sometimes he comes ghosting over the plains in the shape of a sneaking rustler. And sometimes, begging your pardon, Laura Bell, he stakes out the homes of the worthy and the God-fearing. Pearl,
You're curved in the flesh of temptation. Resistance is going to be a darn sight harder for you than for females protected by the shape of sows. Yes, sirree, Bob, you got to sweeten yourself with prayer. Pray till you sweat, and you'll save yourself eternal hellfire. You understand me, girl? Yes, sir. Then on your knees. Now I'm going to start you towards salvation. Oh, Lord, look upon this thy creature. She's a weak vessel and a pauper, as thou knowest, but she wants to be thy handmaiden. Give her the horse sense not to go wandering off in the tules with worthless cowpokes. OK 牧場の血統のロンダ・フレミングは台所でおとなしく料理を作っている女の枠から飛び出しました。We agreed there'd be no women gambling on the north side. Miss Denbo's marker is respected for $10,000 anywhere in the West. We all consider her an exception. Not in Dodge City, she isn't. So you're the famous Wyatt Earp, lawman, judge, and jury. That's right, Miss Gambler. Start with you, and we'll have every tramp on the south side over here. Who's a tramp? Shut up and keep out of this, cowboy. You're talking to a lady. It appears the marshal hasn't met a lady before. You're in a saloon playing a man's game. Why should you be treated like a lady? And you ain't no gentleman. That's all for tonight, Miss Denbo. Take your hands off her. Hold it, Charlie. I'm tired of you pushing people around. Now go for your gun. I'm gonna kill you. I don't have a gun, cowboy. I'm unarmed. 正義感あふれる保安官が困難を乗り越え町の平和を守り抜くというのは西部劇の典型的パターンの一つでした。真昼の血統のゲイリー・クーパーはたった一人で敵に立ち向かっていきます。真昼の血統の主人公は一旦は敵との戦いを避けるために町を逃げ出します。しかし途中で思い直し無法者に立ち向かうため再び町に戻っていくのです。人間の良心に関わるテーマを扱ったつもりです。I'll give you odds. Kane's dead 5 minutes after Frank gets off the train. That's not much time. That's all Frank will need because I...You carry a badge and a gun, Marshal. You had no call to do that. You're right. Well, I guess you all know why I'm here. I need deputies. I'll take all I can get.You must be crazy coming in here to raise a posse. Frank's got friends in this room. You ought to know that. Some of you were special deputies when we broke this bunch. I need you again. Now. Things were different then, Kane. You had 6 steady deputies to start off with. Everyone a top gun. You ain't got but 2 now. You ain't got 2. Harpel here says he just quit. Why?That's between the two of us. You're asking an awful lot, Kane, considering the kind of man Frank Miller is. All right. We all know what Miller's like. That's why I'm here. How about it? この作品の主人公ケインは勇敢な男でした。しかし恐れを知らないわけではありませんでした。それまでの西部劇の伝統的ヒーローはみんな命知らずな男たちでしたが、そういうヒーロー像は描きたくなかったんです。真昼の決闘の制作にあたった時、私は胸にあるアイデアを温めていました。ゲリー・クーパー扮する主人公の保安官ケインが出てくるシーンを思い入れたっぷりに描きたくて、それであちこちでバックに映画のテーマ音楽を流したんです。今考えると青臭い発想としか思えませんが、
当時は若き天才プロデューサーのつもりでいましたから、素晴らしい思いつきだと信じて疑わなかったんです。全く若気の至りでしたよ。結局試写会の時には10回ぐらい同じ曲が流れるのを聞くことになりました。5回目には客席に笑いが起こりまして、試写が終わると関係者がみんな私のところへやってきて、あの歌はやめた方がいいと口を揃えて言いました。もちろん 4,5 箇所は削りましたし、場面を差し替えたり曲を付け直したりと大わらわでした。音楽担当のディミトリー・ティオムキンには苦労をかけましたよ。マヒルの決闘は多くの点で古典的な西部劇のカテゴリーに入る作品といえます。しかしこの映画は町の住民の利己的な面を浮き彫りにするという、それまでの西部劇にはあまり見られなかった一面も持っていました。西部劇の舞台ではずっと困難に立ち向かう人々のたくましい生き方がヒーローの活躍を中心にクローズアップされてきました。人間の心の弱さや身勝手さなど、言ってみれば様にならない部分はあえて触れず、この点で西部劇のスクリーンには一種の虚構の世界が築かれていたといえます。そしてこの虚構の世界にはもう一つ、現実とは大きくずれた描かれ方をされていた存在がありました。アメリカ・インディアンたちです。Here once again is the savage temple of America's forgotten wilderness. Here created by real Indians are the ancient tribal customs of a valiant peopleHere in their ruthless games of skill is all their glory, strength, their utter disregard of human life. 西部劇のスクリーンにインディアンが出てくると、見てる側はすぐ、ああこいつは悪者だ、何か良くないことが起きるぞって思ってしまうんです。インディアンはいつも必ず悪者でした。でも西部劇に夢中になって育った子供たちの中にはインディアンが好きで、内心彼らが相手をやっつければいいのにと思っていた者もかなりいたと思います。しかし悪者にされたインディアンが勝つことは決してありませんでした。たまにはジョン・ウェインやゲイリー・クーパーやアラン・ラッドが撃たれても良さそうなものだったのに、彼らを倒したインディアンは一人もいませんでした。Hear me. You listened to the invincible one. You left your homes to follow him. There's your invincible one. Where's his magic now?我々はインディアンに謝らなければならないと思います。彼らの中にはもちろん善良なものだっていたはずですが、映画の中ではいつも悪者扱いでした。 You're a brave man. しかし1950年、初めてインディアンを英雄として扱った作品が登場します。 Now hear me. I am the leader of my peopleThey do not betray me, and I do not betray them. We fight for our land against Americans who try to take it. You give me no reason why I should not kill American mail riders. And kill you, too. You were not asked to come here. Mail riders do you no harm. They were Apaches who did your people no harm. They were hanged. One was my brother. My people have done yours great wrong. I say this to you as I've said it to them.Do you think because I'm an Indian, I'm a fool, you can trick me? I would not have come here if I thought that. A fool sees only today. It is because I respect you as a leader of your people that I think of tomorrow. What is it about tomorrow? アウトローでもインディアンは新しい描かれ方をしています。折れた矢という作品で、インディアンは初めて悪者ではない描かれ方をしました。そして私が主演したアウトローもその流れを組んでいます。この作品はインディアンを荒野に住む野蛮人ではなく普通の人間として扱っていて、そこがとても気に入っています。
クリント・イーストウッドは西部劇に登場した最後のスターと言えるかもしれません。ゲイリー・クーパーやジョン・ウェーンらが支えてきた西部劇の全盛時代は終わりを迎えようとしていたのです。Marshal, what do you say I done? You don't remember me, do you? No. When you hang a man, you better look at him. Don't go for that gun, Reno. I need you alive.西部劇では主人公がたった一人か、もしくは一握りの味方とともに大勢の敵を向こうに回して戦う場面がよく出てきました。多勢に無勢でとても勝ち目なんかなさそうなのに、終わってみれば人数の少ない主人公側がいつも勝ってるというパターンでした。私が出演したプロフェッショナルという西部劇もこの点では派手でしたよ。たった4人のアメリカ人が何百人というメキシコ人を撃ちまくるんです。バカバカしい筋書きでしたが受けはしました。でも真似はしない方がいいと思いますね。うちの鶏もそう言ってます。1958年、それまで B 級ウエスタンの制作を担ってきたリパブリックが潰れ、少しずつ始まっていた西部劇の斜陽化に拍車がかかります。観客は誇りっぽい時代の物語には魅力を感じなくなっていきました。今はカウボーイが馬にまたがって牛を追ってた頃とはあまりにテンポが違いすぎてるんです。荒野で決闘するガンマンなんてもうお呼びじゃなくなってしまったんですよ。70年代になると西部劇は新たな方向性を探り始めます。さまざまな模索の中から SF と西部劇の要素をドッキングさせた作品も生まれました。Hold it. Oh, come on, not now. Not you again. It's too early.Let me do it this time. Your move. I'm shot. What? I'm shot.John? Oh, my God. Draw.西部劇はかつてのように正義が勝ち悪が滅びるという単純な哲学だけでは持たなくなってきました。その結果、アーサー・ペン監督の左利きの拳銃のように人間の屈折した心理面を描写した作品も生まれました。自分の感情や経験を生かして役柄になりきり、内面からエネルギーがにじみ出るような演技を見せるスターが西部劇にも現れました。固めのジャックのマーロン・ブランドはその典型です。この演技方法はニューヨークにあるアクターズスタジオで試みられていたもので、やがて一つの演技手段としての地位を確立します。時とともに社会が複雑さを増すにつれ、映画の世界も昔のように単純な物語では済まなくなったのです。西部劇にも複雑な人物描写が出てくるようになりました。You're dying to get me hung, ain't you? No, kid. You've been trying to get yourself hung for the past 10 years, and this time I think you're gonna make it. You should have quit when you were ahead.
を西部劇の中に持ち込む上では問題が多かったんです。ニューヨークから来たスタッフは登場人物の深層心理を引き出すのがお好きだったようですが、西部劇の中でまさか主人公にこの頃眠れないんですなんて精神分析に向かって言わせるわけにはいきませんでしたからね。西部劇の影が薄くなっていくのを止めることは誰にもできませんでした。時代の流れだったんでしょう。 B 級ウエスタンや連続ものの西部劇を含め映画館で毎週違う作品が見られた時代が20年も続いたんですから、題材となる西部開拓時代の神話が底をついてしまうのも仕方のないことだったと思います。西部劇をダメにしたのはテレビですよ。テレビは何でもダメにしてしまいます。家で西部劇が見られるようになれば映画館へ足を運ぶ人間は減って当然です。テレビは西部劇を使い古し西部劇映画を追い詰めたんです。西部劇は最後の手段としてコメディータッチの作品に活路を見出そうとします。マルクス兄弟、ローレルとハーディ、ジェームス・スチュアートとマレーネ・デートリヒラもコミカルな作品に挑戦し、この流れはブレイジング・サドルやキャット・バルーといった作品につながります。伝統的な西部劇のヒーローにとっては悪に立ち向かうこと、戦いに勝って生き抜くことが全てで、問題の決着をつけるのはパンチか銃弾でした。西部劇が最も活気を呈した1940年50年代は観客がそのような単純な物語に酔うことができた時代だったのです。しかし今ではもう西部劇の持つ純粋さとか明快さといったものは観客を引きつける力を失ってしまいました。さらにロケ地探しが困難になったことや制作費の高騰も西部劇の衰退に追い打ちをかけます。1976年、西部劇最後の名作といわれるアウトローが世に送り出されて以後もクリント・イーストウッドが自ら監督主演でペイル・ライダーを撮り、ローレンス・カスダンがシルバラードを制作するなどして気を吐きましたが、西部劇がかつての勢いを取り戻すきっかけにはなりませんでした。今はテンポの速い映画が多いですから、子供たちは西部劇には興味を持ちません。観客は遠い昔の伝説よりも未来の物語を見たがっています。でもスターウォーズなんかは実際は西部劇だと思いますね。馬の代わりに宇宙船に乗ってるだけですよ。西部劇は無邪気な時代の産物ですよ。公民権が拡大し、白人中心のアメリカ開拓史への問い直しが起こるようになって、西部劇が無条件に歓迎され受け入れられる世の中ではなくなったんです。ベトナム戦争以後、アメリカ人たちは気難しくなって、
娯楽の形式も全く様変わりしてしまいました。西部劇は過去のものになってしまいました。死んでしまったんですよ。生き返ることはもうないでしょう。